一昨日テレビ愛知の番組の収録をしたんです。はい、あびっくりしたんですけど、あのー、なんか激論殺しやもってこっちの方ではやってないんですけれども、うん、司会がですね、えー、石原良純さんと堀潤さんと、うん、でこの番組の後に出てくる春香クリスティンさん、彼女 MC やってるんですよ。彼女大活躍ですねあ。そう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 。うん、で私そこにいって たらですね、え突然予定外のゲストが入ってきて、えそれが石原慎太郎さんだったんです。えびっくりでしょじゃ親子共演だったんです。か息子が呼んだのですね、凍りついてんですよ、で最初ね。良純さんがあの石原慎太郎さんに、こ司会だから話しかけないゃいけないじゃないですか。で石原さんって呼びかけて、自分でもすごい違和感があったみたいだ。なんて呼んだらいいんだ。パパとは呼べないし。そうそうそう、司会者が のゲストのの名前を呼べないいいっててう最悪の状況に追い詰められただねあの外国人労働者と移民の問題についてやったんですけれどもおうおうまあやっぱり石原さんは石原さんだったなっていうやんさんいやいや私が一人で喋ってるとすっげえ不愉快そうに石原慎太郎さんがしてるっていう、うんえー、状況だったんですけど、うん、石原さんは国力が低下しちゃうから外国から人入れるのはしょうがねえだろうって言ってたんです ですけれども、うはい、え最後の本になってですね、えー、じゃあじゃあ移民移民を入れるって言って三政権を与えるんですかと、三政権はダメだって、えーうん、あの要するに労働力はいいけれども、うん、あの、えー、国政および地方でも三政権を与えてはいけないっていうのが石原さんの主張なんですよ。うん、だからこれもう人権無視なんですけれども、あの実は全く同じことを今の安倍政権が考えて。 いるんで,す、ね、で安倍政権が打ち出した日本最高戦略改訂版っいうのがあるんですけれども、うん、これで、えー、技能実習生 え今3年期限なんですけどこれを5年に伸ばすとそれからその本国に帰ったあとまた日本に帰ってくるっていうのもえー OK にしましょうっていう方向で今検討を進めるっていうことになっていてえなおかつ造船業と建設業についてはえ労働力を海外から入れるのを OK にしようっていう戦略を打ち出しているんです。これね造船業と 造船人が足んんないでまあ多分溶接はあのすごい難しいので、えー、できないんですけど塗装の手伝いぐらいだったらできるのでそこで入れようっていうのと、まあ、建設は、えー、オリンピックと、えー、ああ震災復興と、はいえー、国土強靭化にいろいろ人手が足んなくなってるので入れるぞって言ってるんですけどただ同時にですね、うん、安倍総理は何て言ってるかっていうと、えー、移民の受け入れについては 慎重に考えないといけないっていうのが安倍総理の発言なんです。うん、つまりね、外国人労働者は入れるけど、日本に定住はさせないと。これはですねあの経済的に言うと明らかなんですよ、日本に定住すると、ですねいろいろコストがかかるんですね、はいえー、例えば失業率、国勢調査で見ると、うん、外国人は日本人の2倍なんですよ。 あのやっぱりこう低所得層の人が入ってくると、失業する確率が高まるんですね、うんはい、でそれから例えば、子女の教育費っていうのもものすごくかかるんです、ある実験だと5、6倍かかる、つまりいろんな言葉ばしゃべるわけですよ、うんあの、これ、もうすでに起こってるんです、例えばあの群馬県の大泉とか、えー、外国人が多いところの自治体は、はいはい、すんごい苦労してるんですね。うん そのほかに例えば住宅対策費だとか、ですね、えー、ここはいろいろ議論が分かれてるんですけれども、えー、治安維持のための費用も、えー、余分にかかってくるだろう、はいあの、要するに外国人だからどうのっていうことよりも低所得層を入れると、一般に、えー、治安は悪化するっていうのは、うん、これは世界中で起こっている事態なんですね。はい、でそういうい コストを考えるるとこれ年金も最初のうちはいいんですよ保険料払ってるからだけどこの年金を給付する段階になると、えー、低賃金の人っていうのは払った保険料よりももらう年金の方が多いんです、うん、だから社会保障の、えー、収支も大きく悪化するってこれはもう今までの研究で明らかなんですよ、うん、でだから多分安倍総理は明言はしてないんですけど要するにそういう面倒くさい問題が 出てくるので、えー、とにかく労働力として使うだけ使ってあと返しちゃえばいいっていうのが基本的なな考え方になってるるんんだと思われるんです、うん、でこれをですね実は本当にやっちゃってる国っていうのがあってそれがシンガポールなんですよ。はい、えシンガポールはあの労働者外国人労働者を3種類に分けてるんですね。はい であのー、一番上のコースというのはもう超お金持ち、うんえー、経営者クラスの人たちっていうのはもう完全自由なんですけれども永住権を持っていてもこう専門技術者クラスっていうのはそこそこ制約があるんですが一番底辺のっていうか一番普通の,あの一般労働者についてはものすごい規制をしていてですね、うんえー、例えば彼らを「 ままとめて済まさせるんです、はい、逃走しないように。ええ、それでもうなんかね、あのー、駅の自動改札機のもうちょっと高級みたいなのがあっていちいち出入りを完全にこう管理するわけですよ。うん、それで中で、えー、例えばギャンブル禁止、はい、喧嘩も禁止、うん、だからその住居外国人居住区で喧嘩するとえいきなり強制送還。 ってそうそうそう,そうでもっとすごいのは、うん、あの一番問題なのはこう失業してお金がなくなるとこうギャングになったりするんですけど会社からクビになった時だからちょっと会社をあの会社がリストラしたりするとシンガポールは割とすぐにクビ切れるので、えー、会社がお前 クビだぞって言って7日以内に次は決まんなかったもう国に帰れなんですよ。えもっっととすすごいことをやってるんですあのメイドさんをいっぱい雇ってるんですよシンガポールは。でメイドさんはですね半年に一度妊娠検査、うん、で妊娠検査して妊娠が発覚したら強制送還即刻強制送還。うん つまりその、シンガポール国内で子どもを産んだり、あと家族の呼び寄せも一切禁止なんですよ。はいはい、でそういう、そういうことをやっていると、労働力の部分だけ抽出して、えー、経済がうまくいくっていうのは、シンガポールの実験の結果、明らかなんです。うんただ、それを真似しようとしてるわけですか多分そうしようとしてるんだと思うんですけど、うん、それに近いようなことを。うんうん、ただ,ただそれは 人権侵害なんですよ。うん、あのシンガポールは小国だからそういうことをやっても国際的な非難を受けないんですけど、うん、あの日本で同じようなことをやったらね、世界中から袋叩きにあるわけですよ。だってあの外国人の人も同じ人間なんです。だからあの同じ仲間として、えー、完璧に同じその権利を持つ。 っていう前提のもとで入れるんだったら私はいいと思うんですけれどもそうじゃない場合は、えー、人権侵害になるでもだからその外国人労働者が日本にだ移民っていうのはそこに住み着くっていうことですよねその出張旅行出張労働者じゃないわけです、はい、そうすると住むっていうことは当然税金も払うっていう立場になるわけですかはい 税金は払う立場になるんですけれども、あの日本の税制っていうのは、累進課税っていうのになっていて、ですね、うん、所得が低い人って日本でも限らないでしょ、それは。えー、まあ,あの、大抵の国は,累進,は累進課税になってるんですけど、うん、所得の低い人っていうのは、ほとんど税金払わないんですよ。うん、日本でも、まあ、家族がいたりすると、まあ、年収300万に達するまでぐらいだったら、所得税かかんないですから。そうすると 税金を納めるのはすごく少ないわ例えば一方費用はどんと何倍もかかっちゃうわけです。費用っていうのはさっきおっしゃったみたいな。教育費だとか失業対策費住宅、うん、費や費費治安対策費いろいろいっぱいかかるので、えーえー、そうすると財政はものすごい赤字になっちゃうわけです。<laughs> あのだん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 少子高齢化が進んできて、はい、労働力人口があの、うん、日本はどんどん減ってきて、はい、で生産性が上がらなくなってくると国力が衰えてくるから外国人労働者を取り入れてそれをこう移民にするのかしないのかっていうのは、まあ、議論分かれると思いますけれども森永さん、今後その労働力人口が減っていって、はい、その国の力がこう衰えていくことへの対策みたいなのはどうすればいい うう私は、私はこれ、袋叩きに合うかもしれないですけど、国力は衰えちゃえばいいと思ってるんです。<laughs> あの、別にね、GDP がどん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 減っていってもですね、あ,あの、衰えるっていうのは、要するに貧困層がどんどん増えればていとい,い,い,いうということなんですか。一人当たりの所得が減らなければ、人口が減ったっていいだろうって私は思うんです。だって、明治維新の頃って、 日本は3000万人しかかいいなかったんですすよよそそれ私もう思まだから少子化問題で女が子供を産まなくなったのは女のせいだみたいなこと言うけれどもだけどそれはおかしいだろうと社会がそういうふうに今子供を産んで育てるという環境を作ってないからそういうことになるんであってだからそれはもうね今までやってきちゃったんだからもうしょうがないから、うん、で例えば人口がね3分の1になったら、うん、あ3倍広い家に住めるわけですよ。 納得してませんこう人,人口が減っていって、生産人口が減っていくと、一人一人のこう生産能力を上げないと、国力が衰えていっちゃうということですけど、はい、そういうことって可能なシステムに日本は今、なってんですねいやいや、だから日本はその分を技術で埋め合わせればいいわけですよ。世界でこんなに自動販売機がある国は ないですよ日本みたいに。ありすぎよね。おいやいやありすぎってあれは人手がないから自動販売機がいっぱいあるわけで、もう自動販売機とか人手がない。 から自動販売機が多いのかな自動販売機が多いから人手が使わなくて済むような何ものづくりの日本だって言うけれども全部コンピューター化したから本当に単純労働者っていうのは必要なくなってるっていうのが問題じゃないですかええだからそういう風にしてってみんなが知的労働になって私は最終的に一億層アーティストになればいいと思っているんです 本川 <laughs> <laughs> さんにそれを任せるの、やや心配なところがあるんですけれど <laughs> じゃあ、そうするとその外国人の労働力を大量に入れたりとか、移民を受け入れる必要は日本にはない,ってい,ないといいうゆったり暮らせばいいじゃないですか、そんな金、金、金、金。純粋培養、日本人は日本人だけで生きていく方がいいっていう考え方あ私はガラッパゴスカ大賛成なので、え、いいじゃん 自由に生きればある意味どっちかっていうとその方が配達主義的な感じにも聞こえるんですけどね保守主義に繋がっている気もするんだけどな,どうなしう難しい問題ですけどねみんなオタクになっちゃえば幸せになれると思いますよえー、えー、森永さんみたいにはなりたくないな <laughs> アーティストとオタクだとイメージ随分違いますね